つなぎです、僕はここに糸島で生まれ育ってですね、5年ぐらいベルリンに住んでたんですけど、こっち帰ってきて改めて思ったのは、この特に二条エリアは手つかずの自然が残ってて、で農業やってる人もいっぱいいて、こうすごい気持ちいいので、ここで僕たちはアーティストインレジデンスっていうアーティストを呼んで、滞在制作をしてもらってるんですけど、アーティストたちがやっぱアーティストたちの目を通してすごい、僕らが気づかなかった糸島のすごいいいところがいっぱい見えて、楽しい生活を送ってます。すいません、だいぶ意味がわかんないですけど、ここは、はい、スタジオの名前を教えていただけますか。はい、スタジオクラと言います。はい、はい、何年、創業は何年なんですか。2007年から海外のアーティストを呼んで、1ヶ月か2ヶ月滞在制作をして帰っていくというのをやってます。すごいですね、はい、じゃあそのスタジオクラやってるの中で、うん、一番すごい糸島人から見ると驚いたこと、そのアーティストたちから聞いて糸島はこうとかなんかありました。アーティストが言ってたことですか。はい、アーティストが言ってたこと、糸島の人ですか。人でもいいし自然とか、なんかあんまり糸島の人がなんか近すぎともう見えない。そうですね、このよく言われるのが、この日常の生活が見えるのがすごいいいって言ってました。こう京都とか東京みたいな観光地とか都会じゃなくて、こういう田舎の暮らしが、じっくり見れる場所っていうのがすごいいいってよく言われます。ありがとうございます、ヒロさん。最後にヒロさんでも今作品とか作ってますか。はい、僕が作ってるのはもう美術作品っていうのはもうあんまり作ってないんですけど、このアーティストビレッジみたいな、アーティストコロニーっていうんですか、それ作るの自体が僕にとってはまあアートだと思ってやってます。はい、夢ですか。それか今もうできつつあるですよね。はい、できつつあると思います。僕はいつか参加したいと思います。ぜひ、はい、まだ見ぬあなたも滞在制作をしに来てください。はい、ヒロさんありがとうございます。ありがとうございました。